松山圭です。今回はですね、まあタイトルにもあると思うんですけども、ご報告ということで、なんかこう報告動画ってなんかこう YouTube っぽいですよね。早速報告なんですけども、結果から言いますとスターボードジャパンを辞めることになりました。はい。今回ですね、契約更新の、時期でして、まあその時に、まあ話し合いを得て、スターボードジャパンを、辞めることになりました。はい。まあこれに至った経緯とか今後の展望などについて、ご報告させていただこうかなと思います。インスタグラムの方ではですね、自分がスターボードジャパンを辞めたということは先にお伝えしているんですけども、まあその内容とかについては詳しくは書けてないので、こちらの YouTube を使ってやっていこうと思います。で、まずここに至った経緯としましては、高校を卒業して、なかなかこう、仕事との両立がうまくいってなくて、結果が伸びていなかったんですよね。ただその練習する時間とかも自分の配分が悪くて、あまり良くなかったかなというところでして、まあそこに向けてよりこうハングリーになって、まあ人間ハングリーになっている時が一番強いと思うので、まあそこにハングリーにもっとなって、もっと成績を伸ばしていきたいということなんですけども、ただこれもスポンサーさんが悪いわけではなくて、自分が守りに入っちゃったっていうところが、一番の原因でして、で、まあもう一つと言えるのが、こうやっぱりフリーになってみて、こういろんなメーカーのボードを使ってみたりだとか、こういろんな、もっともっとこう道具に関してもうちょっとこう広い目で見れるようなパドラーになっていきたいなということで、こういった形になりました。今後の展望なんですけども、サップレースはもちろん本気でやります。まだまだで世界大会も目指してますし、早くなりたいっていうのは変わらないんですけども、今後の展望としましては、日本の国内の大会はものすごく減ります。でやっぱりサポートあっての大会だったので、そこがなくなるっていうのもあるんですけども、まあ基本的に目指すところは世界大会、そちらの方で結果を残せるように頑張っていきたいなというふうに思っております。ボードメーカーになるんですけども、新しいものがつくとか新しいスポンサーさんを見つけるというわけではなく、まあ、今後はちょっとこうフリーで1年間やっていきたいなというふうに思っております。また今1年間と言ったんですけども、1年後何があるかわからないので、まあそういったですね、新しいメーカーを探してというよりかは、いろんなボードを試していきたいなというふうに思っております。まあ今の率直な気持ちなんですけども、まあ今回はですね、意外とこうフリーになるということが、まあ人生で初めてなんですよね。でこのフリーっていうのがですね、まあ自分がサップを始めた時からずっと目指して、まあ、今でも目指して尊敬している先輩なんですけども、村林智也選手、まあ、通称サップ友でも言われている選手なんですけども、その方がずっとスターボードにいて、ずっとその方をもう目指してました。ずっと DVD 見て、インスタとか Facebook も見て、すごくこう自分の中ではもう夢の人だったので、まあ、その選手を目指してスターボードに入りたいっていうのもあって、でそこでスターボードに、声をかけていただいて入ることができたので、この他のメーカーのボードに乗るっていうこともほぼほぼなかったですし、ボードメーカーがフリーっていうのもほとんどなかったです。なので、まあ、基本的にはこう自分はもうフリーになるということが初めてなので、すごく、まあ、これからも、まあ、違った意味でもワクワクしています。で、まあ
そうですね、フリーになってやっぱり心配なこともたくさんあるんですけども、いろんな経験を得て、まあ、社会人ともなりましたので、また、自分の中の一個ステージが終わったかなというふうに思うので、次のステージに向かって頑張っていきたいというふうに思っております。ただ、まあ、ボードメーカーが変わったっていうことだけなので、正直今までとは変わりなく、こうやって動画も更新していけたらいいなというふうに思っております。ただ大会のですね、動画っていうのがあまりないかもしれませんが、そこはまた別の動画で皆さんの役に立つような動画を作っていきたいと思います。今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。